おみでシネマどうも映画友達ラムですラムズキュンどうも映画チンピラジャガモンド斉藤ですどうも映画バカ芸にあんこですパニパニューはいシネマンションとは映画好きが集まって映画のことを好き勝手語り合う番組ですはい、はい、よいしょ今回はラジオ用の動画となっております主婦の方は家事をしながら聞いたり学生さんは勉強しながら聞いたりお仕事のめんなさい <laughs> どうした どうしたの？どうしました？いつも間違えるからここ慎重に読むね。慎重に読む。読んでみて。お仕事の通勤に聞いたりそしてください。はい。よかったよかった。お仕事中ではないうん。今までそうだったもんね。今まで中って言い張ってたもんね。よかったよかった。よかった今日は言えてね。まあ別に仕事中でもいいよ。いやいやいや。それはねほらお仕事集中した方がいいから、まあまあ業種によるのかな。 まあ聞きながらもあるけど、うん、でもまあお仕事に集中した方がいいと思う、うん、やっぱやっぱね、うん、お仕事は集中しないといけないから、うん、まあでもリモート会議中に右耳シネマンション、うん、左耳会議っていいんじゃないですかいやそれはもうダメです頑張れないよ、ね、<laughs> いやいやあれやっぱ集中しないと<ム>い一個一個の全然集中しないと、ね、ラムちゃんお耳でシネマだとちょっと尖る癖があるから。<laughs> <laughs> 顔が見えないっていいね。まあね、普段ね、顔見えてるからね。今日はラジオですから。ネット便刑ですからね。私は。とがりますよ今日も。はい。まあお耳でしでも久しぶりなんですが。はい。どうですか皆さん。声だけは。こうこれがどういう風に配信されてるのがまだイメージがね。そうね。多分ね、映像はないと思います。らしいね。今まであったもんね。映像があったから。やっぱね、あんこさんカメラ見ちゃうから。 やっぱねむ無一文珍しいもんだもんねあれね。だから今どこに目線合わせていくかわかんない。<laughs> あ,あそう。うん、でも大体ラジオほらや,やられてるじゃん。あ今ね毎月 KRW ラジオさんでありがたく、うん、はいやってますけど。その時はあれ電話ですか。うん、電話なんすよ。はい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 。だからちょっと電話越しで表記に話してますよ。うん、じゃその感覚でいきましょうよ今日は。あ,あいいっすかじゃあ、うん。はいということでみんなこんにちは。 あ、こう返した方がいい。こんにちは。あ、こんにちは。え、今日みんなどうしたの?。え、大丈夫。お前がどうしたの?。お前、お前言うな。お前言うな。まあ、確かにどうしたのだったけど、教育番組みたいなテンションだから。びっくりしちゃいました。普段もね、こんなハイテンションではないですけど。まあ、でも、ラジオの先輩ではあるから、あんこさん。さまあ、まあ、まあね。でも、やっぱ楽しく話した方が一番です。そうですね。はい。 よろしくお願いしますさあそれでは早速コーナーに行きましょうはい忘れられない映画の一言はい今回は映画の中で出てきた忘れられないセリフを皆様にメールの募集いたしましたその中から気になったものをいくつか取り上げていきたいと思いますはいはいじゃあいってますねありがとうございますチンピラよろしくおすチンピラです読ませていただきますラジオネームキャプテンビリーさん いつも楽しく拝見させていただいておりますありがとうございますもともと映画好きでしたがこのチャンネルに出会ってから自分が見る映画が三人の趣味に影響されるようになってしまいましたあら特に斉藤さんが紹介していたような、うん、岡本喜八監督や山田洋次監督などの動画をよく見るようになる 2> く、ね、いいですね年齢彼二十二歳ですけど嘘新卒の方です、うん、どんどん上がってますね年齢がねえー、中でも男は辛いよシリーズに激ハマりして今二週目に突入していますあらいい二週目ですね ちなみにですねかっこつきで、えー「セブンシスターズ」や「モンスタートーナメント」もしっかり見てますよとあラムとあんこさんねフォローもしてくれました <laughs>、はい、これからも映画紹介楽しみに応援していますで、えー、忘れられない映画の一言はわ、うん、かるこれ「ダークナイトで」で、うん、夜明け前が最も暗いあーいいセリフだ、ね、これねわかるわかるすごい残るよねこれはジョーカーの脅威にゴッサムが負けそうになっている時にハービー・デントが記者会見で市民に語った言葉です、うん、結局 ハーピーまあ、ハービーですね。これはね、はいうん、ハーピーだって。可愛いうん。ハービーは、えー、闇に落ちてしまうことや、バットマンが活躍するな。夜であることなど、うん、映画的に意味,意味深にも考えられそうではありますが、うん、この言葉を選んだ理由はシンプルでわかりやすくてかっこいいからです。うん、印象に残る一言というのは案外。そういう方なことが多い気がします。で、そうね。うん、中二病おじさんだもんね。 ジョーカーもバットマンも。そうね、ノーランがそうだからね。作り手の方がもう。そう、もう、そうなんですよ。でも、これ、わかる、覚えてます。え私も、すごい印象。ね。深い、この。深いよね、これね。じゃ、どんどんいきましょうか。ラジオネーム。ベーコンターキッシュさん。私の映画の、忘れられない一言は。映画、グッドウィルハンティングの主人公。ウィルと。親友、チャッキーが。工事現場で。一仕事終えて談笑している時に、チャッキーが。 二十年経って、お前がここに住んでたら、俺はお前をぶっ殺してやるです。うん、ジャッキーが才能を無駄にしている。ウィルに向かって放つ一言です。きつい言葉ながら、親友に対する熱い思いやりに感動して、忘れられない一言です。うーん これはいいセリフ知らないラマは見てないこの映画あれだよねあのロビン・リアムズとあのジェイソン・ボーンのねマットデーモンねあそうなんだが出てるねヒューマンのドラマそうそうそういいセリフですねこれいややっぱさこのきつい言葉っていうのね一見なんか嫌な感じかもしれないけどやっぱこういう言葉こそ入ってくるね耳と心にぶっ飛ばすからな これはちょっと入らなかったですけどちょっとイラってしました今のはイラってしたけどただの暴言ですよあ、そうですかすみません普段の関係性も悪いんでちょっと入ってこなかったそうか悪化させちゃったちょっと逆に悪化しちゃったなカメラないから殴り合いしないでねおい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 ごめんやめろっておい俺。いおいあいあいあらあいちょっと感じてない大丈夫き、気持ちいいおいバカ野郎気持ちいいかい バカ野郎あんこさん最近マジでキャラ改めた方が改めるラムちゃんラジオで言うことじゃないんだよでもわかるよなんで？あなあんこさんそんな下ネタいうキャラじゃないじゃんいやこれ下ネタじゃないよこれは寄せてたもん今違うこれはあれ叩かれて気持ち…あ下ネタ下ネタでしたねごめんなさいド M の話じゃねえかよあんこさんド M だからないやド M したよ さあ、そして <laughs>、えー、同じ人がいます。はい、はい、私の映画の忘れない一言ですが、映画ファイトクラブのエドワードあ、同じ人ってのそういうことか、うんえー、ベーコンターキッシュさんですね。はい、私の映画の忘れない一言ですが、映画ファイトクラブのエドワードノートン演じる主人公が患者の会でマーラという女性を何度も見かけるようになり、嫌気がさした時の一言。 会なんだっけこれ主要,主要か、うん、主要ができたらマーラと名付けよう。あ,はい、あったねあったねそのこの映画のブラックな魅力が一言で表されているととても洗練された一言だと僕は思います。なるほどねずねはあ分かるよあのねずっとね、うん、語り口調なんですよねこの映画ねなんか日本じゃあの格好つかないじゃんこういうの、うん、そうね。 ていうかさやっぱアメリカ映画とかね、うん、こういった海外映画、うん、やっぱこういうセリフいっぱい出るじゃん日本でマジでこういった私生活で行ってくる人一回も会ったことないよね。いたとしたらちょっと関わりやめとこうって <laughs> いや思っちゃう。い <laughs> アメリカ人だったらいいけどって思っちゃうね。でもそう思うとさ、アメリカ人の方ってさ、普段からこういうことやっぱ言ってんのかな。いや、わかんない、友達いないもん。まあ、俺もいないけど。どうなんだろう。めっちゃしてたいよね、これ。海外、海外の友達っていうか、なんだろう、な幼馴染みたいな子いたけど。常に愛の言葉は言ってましたよ。いや、君のほん、あの日本語でですけど、でもすごいネ、イティブ。ですけどあの、君の、あの。 なんか美しい瞳に吸い込まれそうだみたいなことを、えー、あの幼稚園生で言ってました、ねえー。かっこよい,いいで、ね。格好<う>つくといいんだけどね、結局。そうなんだよね。でも彼女できたら、いつも言ってることあって、本当、うん、お前好きすぎて、もうポケットに入れて連れ回したい。 あんこさん、彼女できたら、お前って呼ぶタイプ。あ、ちょっと待って、待って、違う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 。今格好つけたから、そうなっただけで。違うの。いい、いいんだよ、別に。違う、違う。いや、俺は、悪い意味では言ってないよ。いや、なんか、悪い意味で聞こえたから。ね、ラミ。いいよ、別に、彼女だったら、お前でもいいんじゃない。亭主関白なんだね、意外。意外と、まあまあ、九州男児ですけど、でも、普段は、なんとかちゃん。みたいな感じで、こう、ちゃん付けで呼んでます。今、みんなの鼓膜に、ちゅが響いて。わいや、いい、いいでしょ俺の。どうすんの。倍速されちゃう、倍速。飛ばすなよ。仕事中に、聞いてる人、いいんだからさ。 そうだよ <laughs> いや仕事しろ仕事不快な思いになってすいませんなんで愛なのにええ続きましてラジオネームムックさんはい、はい、おしかも某レンタルビデオ店で働いてるおろ斎、うん、藤さん、はい、ラムちゃんアンコさんこんにちはこんにちは初めてメールをするので言葉が変になってたらすいませんいいえいいえ,え頼むよ <laughs> <あ>そもそもは ラムちゃんのファンで見始めたシネマンションですが、はい、見ていくうちにどんどん沼にはまっていき、うん、斉藤さんの鋭い視点や感想、うん、ラムちゃんの無邪気で素直な感想、うん、あんこさんの 少しずれた笑い。あ言葉が変になってます。はははは。あの待ってムックさん言葉が変になってます。さっそはない。やなんで日本語変ではないよ。少しずれた笑い。ちょっとよくわかんないの。分かんない。もうえすべてが面白くてって言ってるからでも。あまあまあ。すべてが面白くて今では皆さんの個人チャンネルも全部登録して見てるくらい好きになりました。ます。ムックさんいつもありがとう。ね。 おみでシネマもウォーキングしなががらいいたりり出勤中に聞いてます<お>ありがとうサブスクなのであまりレンタル業界が厳しい中シネマンションの3人がおすすめしてくれる作品はちょこちょこ借りられてるのを見るので<え>このチャンネルが広がれば映画館だけでなくレンタル店も救うチャンネルになっていくと思いますのでお,お三方体には。 気をつけてててこれからも頑張っくださいい応援しますすごいねでも本当に多分働いてる方だから分かるっていうかね何が借りられてるかっていうのが僕もバイトしてましたけどあのやっぱこう返却したりするとかあとお客さん帰ってきたもの返却処理するから何が一番よく出てるかとか結構感覚で分かるのよなるほどねだから多分まマジかもねこれはね。なんでこれ急に借りられてんだろうと思ってシネマンション見たら紹介してるみたいなことで えー、もっともっと有名になって,きてるんですね,ね頑張んないとね,ね、うん、はいそして映画の忘れない一言も載せていただいてます、うん、<laughs> 某映画を見ていて印象に残るアクション映像はよくあるのですが一言言なるとなかなか難しいなと思っていましたが最近見た映画ですごく考えさせられた一言がありそれを思い出しましたそれは韓国映画「ソボクあ僕見見ててなないな,見てないでの主人公の一人であるソボクが「祖母ク言ったセリフで。 素朴が言ったセリフですね,ね人間は死ぬことが怖いのに眠ることは怖くないのというセリフです。いいいとこついてくるな,なるほど、えー、新幹線なので有名なコンユ,コンユ演じるギホンが余命宣告を受けた元情報局えそうなの情報局員である出来事がきっかけで永遠の命を持つクローン素朴の護衛を命じられるというお話です。うん、その中でギホンが寝ることに対しクローンである素朴は 眠り方なるほどを知らないので、うん、一時的に死んでいると捉えて目覚めた基本に対してその上のセリフを言っていました、うん、確かに考えてみれば自分たちは何の迷いもなく起きれると思って寝ます、うんうん、だけど寝てる間に何かが起きて起きられない可能性もあるな明日ちゃんと起きれるかなとか考えてしまい、うん 一時期寝れる寝るのがえこ怖くなってしまったほど忘れられない一言になりました。いやちょっと素朴さんこれ聞きたくなかった。素朴さんではないです。あくさんです。ムックさん。ムクさん。素朴が作品です。まあ素朴が言ったんだけど。まあまあまあね。ちょっとこれ聞いたら俺もちょっと眠れなくなってきたわ。あれ。今寝ようとしないでよじゃ。仕事中だよ今。なんで今寝る。寝ないでよ今。ちょっといや本当にもう寝れなくなる。あれ。寝てるじゃないか。 寝ちゃった、ちょっと仕事中に寝てますよじゃあ次行こうよし行こうウェイクアップ誰も来さないからだよ目覚めいいねセルフウェイクアップよ寝起きいいね声の調子いいね今日ラジオラジオだウェラジオネーム鈴隆さんはい僕の映画の忘れない一言はアイアンマイン作目のアートニスタックの言葉はいはい時には歩くよりまず走れだです こんなセリフありましたっけ <laughs> 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 ごめんなさいごめんなさいちょっとあんまり印象にはない。ったアイ,アイアンマンとかじゃなくてね、うん、うあれだっけな、うん、アイアンマンマーク2で無謀な飛行テあ飛行ストをしようとした時に人工知能ジャービスに危険性を忠告されてトニーが言った言葉ですなるほどあれが駐車場なんか突きっ,っちゃったりするはいはいはい,はい、はい、あ,あっあの辺じゃない何かをする時僕に一歩踏み出す勇気をくれるとても大切にしている言葉です素敵うん,うんいいね 確かに、確かに。もう何気ない一言にハッとさせられるっていうのはあったりしますかね。名言じゃなくて。そうだよね。そんなもんでいいっていうかね。はい。そんぐらいでも。これがね。続きまして、ラジオネーム室井さん。はい。ご苦労様です。映画の忘れない一言。バトルロワイヤルのか、川田省吾。山本太郎さんが演じてですね。と。これ、なん、なな。なんて、何だったっけ。父わら。わわわ。そんな変な名前だったっけ。なんだっけね。いや、普通の名前。 藤原竜也さんと紀子前田亜希さんですねに自分がかつてバトルロワイヤルではいはい恋人を守りきれ,れず自分一人だけの、はい、生き残ったことを打ち明けた後に言った「人を信じるん言うんはほんまに難しいわ」というセリフうん、うん、映画を見終わった後に思い返すとこの言葉の重みを感じました、うん、ここいいシーンだよ、ね、山本,山本太,郎が太郎さんが言ったセリフだよね。 でまあ人を信じるって難しいですからねーほんにやっぱ裏切られたりしますかやっぱりおめえだよおおめえだよ例えば例えば何一ヶ月もらってですかえ、ヶ月もらっていいですかそえのじゃあ多分裏切ってないよ多分だけど嫌なことは言ってるかもしれないけどねあ、裏切られてはなか裏切られてはないですはい嫌がらせはしてますけどもいやそれもダメなんだよラジオネームきこさんはいえー、映画の忘れない一言言っていただいておりますロックは覚悟を持て 冷笑されるな、されると、うん、冷笑されるとというセリフ、シングストリートのセリフです。はいはい、これ、どういう意味だ？ロックは覚悟を持って冷笑されると、されると冷笑されるっていう覚悟を持てってと、うん、ということか、されるよってことね。主人公・コナーがバンドを組み始めた頃、下手だから。とカバー曲ばかり歌うことに対して、ロックの主張的存在の兄、えー・ブレンダンがオリジナル曲を歌えと。えー 歌えとこのセリフで粉を激励します。うん、私にバンド経験はありませんが、何か挑戦する時に周りからどう見えるか不安になる。 といつもこのセリフが浮かびます。やりたいことをやるときは、他人から笑われても構わない。そんな覚悟を持たせて背中を押してくれる宝物のような言葉です。シネマンションの皆様、いつも動画を楽しく拝見させていただいております。ます3人の飾らない映画等がまるで友達と話してるような気持ちになれて大好きです。これからも動画楽しみにしています。ありがとうございます。さん、ありがとうございます。いや、うちらに。に もうねね響くセリフですよ、ね、これまあねやっぱこういったね業界で一歩踏み出すのはやっぱりね、うんうん、それこそ私もやっぱお笑い芸人やるって言ったら、はい、まず母親に失笑されましたからねいやそんな甘くないよみたいな、うん、でまあ本当甘くないんですけど、うん、そう言われててあんこっていう甘い名前になったんですで 反動か反動があったんだかお<や>前もビスケットだしねそうなんですよまあでもね、はい、うちらは笑わせるのも大事ですけど、はい、笑われるのも大事ですからねまあそうね大体笑われてるんじゃないかと思っちゃうねう感じしますねはいじゃあ続いていきましょうか、えー、ラジオネーム特にないかな男です、はい、男 <laughs> 性別男さん シンシネマョの皆ささんこんこににちはいいいいつも感想動画とと参考にさせててただいていますありがとう映画の忘れない一言つい最近見た映画ですがカッペイにて,て主人公のカッペイ伊藤秀明が好きな人である山瀬、うんえー、上白石萌歌さんですね、うん、に対して告白をしたものの振られてしまいその後に言ったセリフで「あなたのことを好きでいられて幸せでした」。 というのが忘れられません失敗したとしてもこんな風に言えるってすっごいかっこいいなと感じましたいいねいいセリフだね 純粋な感じのセリフだねこれは私だったらこれをすんごいあの鬼の行走で言うけどねあ、嫌みのようにあなたのことを好きでいられて幸せでしたラムちゃんうまいねそういうのねさようならお幸せにうわそこまで言っちゃうダサ言われてんのにこの人とどめ三回ぐらいさしてきめちゃくちゃ負け惜しみみたいな感じ夜道気をつけてねえ怖いななんかやる気陰室なんかやこの怖いよやだなもう立ち上がれないですそんなこと言われたらカッペー見て 勉強しようそうだなやっぱ嫌味にならない方法ってあるからねきっとねさあ続きましてえレディオデッドさんすごい名前だ毎回楽しく視聴しておりますこれからも3人の活躍を期待しておりますもう締めの文章が締めからの自己紹介がすいですねいいですねえ映画の忘れない一言いきます「ショーシャンクの空に」はい先日イベントで見ましたね音楽を聴いてた頭の中でさ 心でも、音楽は決して人から奪えない。なるほど。これ覚えてるよ。いいセリフだし。しかもね、あの、主人公の。ティムロビンスがね。はい。ティムロビンスが、あの、バツとして。あの、独房みたいな、真っ暗なところにいられた時、音楽聞いてたから、大丈夫さっつって。頭を指さすっていう。そこに通じてきますよね。そう。しかも、みんな、あの、周りが何言ってんのみたいになるんだよね。なる。その。 これだから話が広がって音楽って必要なのかみたいなさ、うん、映画にも通ずる話になっていくとこがいいとこなんだよね,ねこのセリフは本当にこれがやっぱヒューマンゆえのね、うん、いや良さですよね、うん、はい、いや素晴らしいありがとうございますありがとうございます続きましてラジオネームピーチティさん<ら>映画の忘れられない一言キャロルあ,あのキャロルね、はい、キャロルの、えー、あなたは不思議天から落ちたようです 恋人が自分にとってかけがえのないものであるということが漠然とした気持ちになりがちなその心情をわかりやすく表現されていてとても気に入りました、うん、あんこさんもぜひ女性に言ってあげてくださいやかましいわあんこさん言わないのこういうのいや,いやそうだけどいいやや言,言うよやっぱこういう愛の伝道師 <laughs> ちょっと言うんだ <laughs> 言う言う言う全然やかましいわって言ったけど<笑>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 やかましい <laughs> う言うのね言いますよう言うっていう方向でいい今日はあいや全然だから俺いつも言ってるのは <laughs>、はい、生まれてきてありがとう 生まれてきて誕生日誕生日だ生まれてきてありがとう日本語編になってますよその出会えたお父さんあなたのお父さん言ってないなこれは今組み立てて今考えたとしても出なさすぎだよごめんなさい peach t さんあのこの言葉あなたは不思議天から落ちたよ使いますお、いいねいいねいいですね。ありが peach t 使ってこう。ありが peach t ありが peach t ねリプトンかなリプトンかな美味しいよね美味しいからねあの スターウォーズのさ、ファントムメラスでさアナキンがさ、ナタリー・ポートマン初めて見たときにさ天使って聞くの、いいよねねマジであれずるいんだよなもうそこからなんだろうな、なんか男たら、あ、女たらしというか、そうなのわかる垣間見えるというか垣間見えまくってんだね言われる方も嬉しいよね嬉しい俺キノコしか言われたことないよねいや違う、人間だよ最近ねキノコに違うからそうよ続きまして YSK さん映画の忘れない一言 僕の忘れられない一言は今では DVD が超プレミア価格になっているモンスターパニック映画が出た「出たザ・グリードのセリフでモンスターでの攻撃をかいくぐりやっと一息ついたところで再度トラブルに襲われた時に <laughs> 要所要所で主人公が言う「お次はなんだ?」だです <laughs> 頼れる主人公にぴったりのセリフですし自分はこの考えを仕事中でも大事にしていてイレギュラーが出た時もパニックにならないように。 お次はなんだ？精神で行く,くと心に余裕を持ち落ち着いて作業をすることができているので今でも忘れない一言になってます。いいな、なるほどね。感動したとかそういう以外のこういう意見もあるんだね。うんうん、うんうんうん。お次はなんだ？っつって。いいね。うん、だからザグリードが、うん、今ねめちゃめちゃねちょっとね映画としてあの見るのが難しい映画なんだよ。そうなんだ。まし<は>て見れないね。 レンタルももう置いてないし。うん、<ー>でかつ買おうとしても,も、プレミアム価格でなかなかやっぱ手がつけられないから。うん、俺もこの前見た時一万三千円とかだっ。そう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 。が、そんな流通してないの。で輸入版のあんのよ。はいはい、アメリカ版はあるんだけど、字幕ついてないから。ああ、そっか,そっか、それもむずいし。で、これ世代的に、特に。 私とか斎藤ちゃんとかの世代はテレビでやってた。あ、そうなんだ。そうそうそうっていうのもあったからね。そう、しかもねこれ。お次はなんだもういいんだけど、なんかバケモンが出てくるのボスみたいな。すごいね、職種のね。そう。ボスが本体がバアって出てきた時に主人公が記念撮影でも撮るかっていうの。これもいいんですよね。いいな。それちょっとねおちゃらけ系主人公の出す言葉って良かったりしますよ。良いのよ良いのよ。最近ないからねその。 そのこう風通しのいい感じの。な<い>そうね。ね。うん。誰かね。かこの選手いるな。俺絶対パニックになったらやめてって叫んじゃんもうもん。やめて。やめ。てもうやる。はい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 、仕事はい、次。はい次、ね、<ー>はい次。これお次はやめて。<laughs> <laughs> お次は。主人公じゃないな、この人。うん。うん、食われちゃう。はい、ということで、皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。もう<ー>いっぱいもらってね。うん。うん さあお送りしました映画好きラジオトークお耳でシネマそろそろ終わりのお時間となりますはいどうでしたか久しぶりのお耳でシネマはなんかいいねなんかこうリラックスしてできるというかそうねそうねだって僕今肘ついて喋ってますからいや肘ついてないよやっちゃっちゃバカだわなんで嘘ついたボケボケバカバカ嘘つくんだよなじゃあそれぐらいリラックスしてやれたっていうひゆひゆ嘘だけどひゆ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 ーひゆひゆー いや、それぐらいでリラックスしてやれたっていう。はい、はい、はい。いいよね。なんか。カメラを気にせずにやれるっていうのは、なかなかないし。なかなか。だから、僕、今裸で、今話してますから。いや、それは嘘じゃん。ひゆう。本当だ。本当がやだ。いや、じゃ、いざ言われたら、ダメだとだ。出てる。えっと、本当だ。いや、違うじゃん。本当だ。出てる。ああ、やだやだ。お次はなんだ。ザグリード。ありがとう。ザグリード。 余裕も出たぜ。はい。またやりたいですね。やっぱね、やりたいですね。はい。うちらの声でけいでけい問題。でかいのでかいよな。でかいと思う。ラジオに向いてない問題。どうなんですか。薄々感じてましたけどどうですか皆さん。でもほら本来ならこうスタッフさんがこうねミキサーミキサーとかでこやるから。そう。声でかくていいんじゃないかと思いますけどもね。切れてんじゃん。 でてはない。いや、私はね、よく言われるから、声がでかいと。かでも、今日抑えめだよね。抑えてる。そう、なんか、お上品のね。お上品。なんか、普段からお上品じゃない、ラムちゃんは。おい、ニヤニヤしてんじゃねえぞ。ニヤニヤしてんじゃねえ。おどこがだよ。どこがだよ。あ、どこがお上品だよ。あ。それは。どういうことだ。 ということで骨ぎはなんだちょっとあの全裸でそういうこと言わないでえやめて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 ブラブラしてるから違う違うやめてくださいいいだ自分に言ったけど隣に隣なんだよあんこさんやめてよ本当にすぐ脱ぐからな自分で裸って言ったのにザパニックだよザパニックだよチャッチビキエアーだもんザパニック面白くないだろうなうん。 はいまたどんどんやっていきますので皆さん是非コメント欄で感想を書いてください。はい、ということで本日はシネマンションのラムとジャグモンド斎藤とあんこでお送りしました。ババイバーイ,バイ,バーイ